ある著名な美術評論家は次のように書いています。白黒で表現された一面モノクロームのキャンバスには人間のような目を持った闘牛の頭、その下には空爆の犠牲となった子供を抱えて泣き叫ぶ母親、狂ったように叫ぶ馬、天を仰ぎ救いを求める者など、逃げ惑い苦しみ叫ぶ人々や動物の様子が描かれている。左下で倒れている人物はピカソ自身であるという。なお闘牛や馬が意味するものとしては、牛をファシズム、馬を抑圧された人民とする解釈や、牛を人民先生、馬をフランコ主義とする解釈などもあるようだと。Lamia, in ancient Greek mythology, was a woman who became a child-eating monster after children were destroyed by Hera, who learned of her husband Zeus' tryst with her. Hera also afflicted Lamia with sleeplessness, so she would anguish constantly, but Zeus gave her the ability toremove her own eyes. 魔女中の魔女、それがラミアです。ゼウスのラミアとの愛引きを知ったゼウスの妻ヘラはラミアの子供たちを殺します。でその後自らは子供を食べる魔女になりました。でヘラはラミアを不眠にし、ラミアはそれに苦しみますが、ゼウスはラミアに自分の目を取り除く能力を与えました。
ピカソは代表作ゲルニカの中にラミア、つまりマリアを描いていました。広志林、浜松セリージャパン。1500年後のイエス・キリストはレオナルド・ダ・ヴィンチという操り人形芸術家を通して一枚の絵を発表しました。それが岩窟の聖母子ルーブル版です。ラミア or Lamia in English in ancient Greek mythology was a womanwho became a child-eating monster after children were destroyed by Hera, who learned of her husband Zeus' tryst with her. Hera also afflicted Lamia with sleeplessness, so she would anguish constantly, but Zeus gave her the ability to remove her own eyes. Lamia was also used as aBogey word to frighten and discipline children. 子供を食べる魔女、それがラミアです。古代ギリシャ神話によれば、ゼウスとの密会を知ったヘラは、ラミアの子供を殺します。それがラミアをして魔女にした理由と言われています。上半身は女性、下半身は大蛇の魔女です。ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる岩窟の聖母の中の聖母はそのラミアでした。それをこの動画の中で証拠を添えて証明します。広志林、浜松セリージャパン。今ご覧いただいている画像に注意してください。中央に描かれているのが聖母マリアです。そのマリアの胸の模様、様子、風合いと後ろの岩が一致している点に注意してください。つまりこのような形で1500年後のイエスは操り人形レオナルド・ダ・ヴィンチを使ってこのような絵を発表しました。つまりここに描かれている聖母、すなわちマドンナは魔女、子供を食べる魔女であることを表現しました。このような形をしているというわけですね。上半身が人間の女性、下半身は大蛇です。なぜ1500年後のイエスがダ・ヴィンチなる画家を通してこのような絵を描いたかについては別のところで説明しましたが、ともかくも今皆さんがご覧いただいているのは事実です。そこにある事実です。つまりこの事実をあとはどのように解釈するかですけども、このマドンナの向かって左側にいる子供はその餌の子供ということになります。イエスなんかではありません。餌の子供です。むしろ右側に座っている子供の方がイエスということになります。それについても別のところで証明しましたので、またそちらをご覧になってください。ともかくも岩窟の聖母の絵の中に描かれているマドンナはラミアであるということです。現代アートの世界でも左右のようなラミアが表現されています。子供を食べる魔女、魔女中の魔女ということになります。繰り返しますが、この中央の聖母の向かって左側、聖母の右側にいる子供は、これはイエスではありません。餌の子供です。その証拠にマドンナの指先がこの子供の皮膚の下に潜り込んでいます。それについても別のところで証明しましたので、どうかそちらをご覧になってください。中央の聖母はラミアでした。
Academy write about Picasso's Guernica as follows. This painting is not easy to decipher. Everywhere there seems to be death and dying. As our eyes adjust to the frenetic action, figures begin to emerge. On the far left is a woman, head back, screaming in pain and grief, holding the lifeless body of a dead child. This is one of the most devastating and unforgettable images in the painting. To her right is the head and partial body of a large white bull, the only unharmed and calm figure amidst the chaos. Beneath her, a dead and wounded man with a severed arm and mutilated hand clutches a broken sword. Only his head and arms are visible. The rest of his body is obscured by the overlapping and scattered parts of other figures. In the center stands a terrified horse, mouth open, screaming in pain, its side pierced by a spear. On the right are three more women. One rushes in, looking up at the stark light bulb at the top of the scene. Another leans out of the window of a burning house, her long extended arm holding a lamp, while the third woman appears trapped in the burning building, screaming in fear and horror. All their faces are distorted in agony. Eyes are dislocated, mouths are open, tongues are shaped like daggers. ある著名な美術評論家は次のように書いています。白黒で表現された一面モノクロームのキャンバスには人間のような目を持った闘牛の頭、その下には空爆の犠牲となった子供を抱えて泣き叫ぶ母親、狂ったように叫ぶ馬、天を仰ぎ救いを求める者など、逃げ惑い苦しみ叫ぶ人々や動物の様子が描かれている。左下で倒れている人物はピカソ自身であるという。なお闘牛や馬が意味するものとしては、牛をファシズム、馬を抑圧された人民とする解釈や、牛を人民先生、馬をフランコ主義とする解釈などもあるようだと。
ビデオダイアリー、December 14th, 2020, by Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. ビデオ日誌、2020年12月14日、林博です。おはようございます。神の証明ですよね。で、その神の存在を証明する物的証拠は何かというとですね、つまりはパブロ・ピカソの書いたゲルニカということになります。え？というふうに思われるかもしれません。あるいは中にはですね、あるいは多くの方はですね、神なんて存在しないって考えておられるわけです。と同時に、神の存在を証明する物的証拠などあるはずがないじゃないかというふうに考えておられるわけですが、神の存在を証明する物的証拠があります。それがですね、今ご覧いただいているパブロ・ピカソの描いたゲルニカということになります。一応この絵は戦場のゲルニカの惨状を描いた絵ということになっています。またそのように解釈されていますが、本当にそうでしょうかということなんですね。で、このゲルニカの左の下にはですね、尻尾を持ったラミア、下半身大蛇のラミアが描かれています。そして同じ絵をですね、ダヴィンチが描いてますね。みんな岩窟の聖母ルブール版です。この中心に描かれている、この女性はですね、ラミア、下半身大蛇のラミアです。で、その両者と言いますかね、その尻尾を見比べていただきたいんですけども、左は横向き、右は縦向きに尻尾が描かれてますけども、同じ形なんですよね。はい、見比べてみてください。で、左のゲルニカにですね、このような人物が描かれている、すなわち下半身大蛇のラミアが描かれていると発見したのは2012年以後の私、林博士と同時に、右のですね、岩窟の聖母の中に描かれているこの女性がですね、下半身大蛇のラミアであることもことをですね、発見したのも2012年以後の私、林博士です。パブロ・ピカソについて言えばですね、これがラミアであることは知る由もなかったと思います。と同時に、右のですね、この絵の中にラミアが描かれているということはですね、当時の、神と人間の間を行き来した人間、あるいは半身半人だったかもしれませんけども、その名前がですね、レオナルド・ダ・ヴィンチなる人物が知る由もなかった事実ということになるわけです。しかし、こうした事実がここで一致するわけですね。なおかつ、マリアというのはラミアのアナグラムということになるわけです。あるいはラミアがマリアのアナグラムであったかもしれません。L と R の違いは音の違いということだけですよね。大きな問題ではないということです。これはイタリアの研究者の方にそのような証言をいただいています。ともかくも、マリアイコールラミアがこうして描かれているということですね。で、ダ・ヴィンチなる人物が描いたと言われている絵はですね、それは1500年の、いわゆる紀元後1500年前後のですね、カイン・キリストの描いた絵ということになるわけです。その証明もきちんとしてきました。となると、それから約400年後ですね、1937年にパブロ・ピカソは左のゲルニカを描くわけですけども、同じ画家がですね、このように存在したということになるわけです。じゃあその画家は誰かと言いますと、カイン・キリストということになるわけです。で、もう一度このパブロ・ピカソの描いたゲルニカを見てください。今度はこの中央の人物に注意してください。馬に、なんてますかね、上から押さえつけられて仰向けに倒れている人物が描かれています。この構図といいますか、同じ人物をやはりダ・ヴィンチがですね、ゲルニカの、ゲルニカじゃません、上のですね、アンゲルの戦いの中に描いています。下はゲルニカです。上はアンゲルの戦いです。ここでも上でもですね、アンゲルの戦いの中でも馬に踏みつけられて頭から血を流している人物が描かれています。ではこの人物は誰かと言いますと、向かって左側の手の甲に聖痕があります。で、下のパブロ・ピカソのこの人物にもですね、左手の手のひらの中に五芒星が描かれています。つまりこのような形でパブロ・ピカソはですね、ゲルニカの中にその人物を描き、そして左手ですよね、手のひらを上に向けてますけども、向かって左側の手のひらにはですね、
五芒星が描かれています。つまりこれが星魂だというわけです。構図が全く同じです。つまりここに描かれているのはですね、十字架にかけられて処刑された、つまり替え玉の人物ということになるわけです。本物のシャマーイエスはですね、それ以前に殺されています。今星魂を皆さんに比較していただいています。アンゲルの上が、右上がですね、アンゲルの戦いの人物の手に書かれている聖魂です。これは森本聡さんという方が発見してくださいました。そして右下はですね、パブロ・ピカソの手のひらに書かれている聖魂ということになります。そしてもう一人、右の人物に注意してください。右の下の人物ですね、これはパブロ・ピカソのゲルニカの中に書かれた右下の人物ということになります。そして上がですね、一応レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いた、一応セント・ジェロームの絵ということになっている絵です。これはセント・ジェロームではありません。神、カイン・キリストということになります。で、このポーズが全く同じなんですね。注目をご覧ください。同じなんですね。一見上の人物の右足がですね、立っているように見えますけども、右足は後方にずっと流れています。今白で示しました。全く同じ人物をですね、パブロ・ピカソがゲルニカの中に描いているということです。こうしてレオナルド・ダ・ヴィンチの絵とパブロ・ピカソの絵がつながるということですね。薄い髪の毛、それから手にはですね、両方とも石を持っています。ゲルニカの方はですね、写本によっては描いてないのもありますけども、注目をご覧ください。5本指は別に描いてあります。なあ、石で一致するわけです。こうした事実もですね、2012年以後の私林氏が全て発見したことです。なあ、ダ・ヴィンチもそんな説明はしてませんし、パブロ・ピカソもそんなこと知る由もなかったと思います。こうして上の絵とですね、下の絵がつながったということです。そしてダ・ヴィンチの絵というのはですね、まさにメッセージ、神々から、いわゆるカイン・キリストからのメッセージということになります。そして同じ構図の絵をですね、実はパブロ・ピカソが1937年に描いていたということです。もちろんパブロ・ピカソはこの絵がですね、何の絵であるかわからないまま世に発表してしまったということになります。神はですね、いちいちこれは 何なんだよという説明はしないわけです。はい、まあ、それについてはまた別のところで論じましたので、まあ、今日は先へ進みますけども、要するに、まあ、このようにこの3箇所を取っただけでもですね、上がレオナルド・ダ・ヴィンチの描いた絵ということになっています。下もパブロ・ピカソが描いた絵ということになっています。こうして絵画が一致しているということですね。ということは1937年ですね、下の絵が描かれたのが今から今約80年前ですよ。80年前にこの絵をですね、カイン・キリストは、まあ、人間パブロ・ピカソに描き与えたか、描き方を教えたか、あるいは構造を教えたか、それはいろいろに考えられますけども、要するに、まあ、パブロ・ピカソはこの絵について言えばですね、ただの操り人形であったに過ぎないということになるわけです。で、左がですね、私が以前はマルトックと判断してましたけど、この人物こそがですね、カイン・キリストです。アダムの息子のカインです。このカインはですね、弟のアベルを殺したがゆえにですね、深い悔恨の念と言いますかね、罪を犯し、それゆえに懺悔に懺悔を重ね、自分の胸に石を当てて苦しみ苦しみ悩み、そしてそれを乗り越えたと言いますかね、それを神に認められたと言いますか、アダムの息子ではあったんですけども、神の地位を与えられたということになります。そして人間の救済者となったわけですね。つまりそれだけ深い罪を乗り越えたって言いますかね、負ったがゆえに、このカイン・キリストはですね、人間私たち一人一人の奥深いところにある罪というものがどういうものであるかということを理解できる神になった、つまり懐が底なしに深い神になったということになるわけです。なわち救世主としてふさわしい神になったということになります。まあ、カインイコールキリスト、キリストイコールカインということになるわけです。それを表したのがカシノの戦いですね。何度も言いましたけども、775027はキリストは聖書というところのカインと、まあ、解読しました。つまりこの人物こそがですね、救世主ということになるわけです。もう一人その上位にマルトックという神がいます。そのマルトックは、まあ、殺された延期エアプロメテウスの直系の息子となるわけです。そしてその直系の息子がですね、まあ、ある意味で二人三脚、イエスの立場を現在守っているということになります。最後にもう一度復習しておいてください。左がパブロ・ピカソの描いた
その人物の尻尾です。そして面がですね、ダヴィンチなる画家が開拓される岩窟の聖母の中に描かれている下半身大蛇の、まあ、女性ですよね、の尻尾と比較してみてください。形が全く同じなんですね。どうしてこんなことができたかというと、作家が一人であったということになるわけです。なあちこれらの絵を描いたのはこれらの画家たちをですね指揮指導し、あるいはまあ教えた与えたもう一人の神、すなわちカイン・キリストということになるわけです。つまりこのような形でカイン・キリストは今から500年前のルネサンスの時代にも存在したし、それから今から80年前の、まあ、このルネサンス、まあ、あのパブロ・ピカソの時代に存在したということになるわけです。80年です。遠い昔のように考える人がいらっしゃるかもしれませんけれども、たったの80年ですからね。私が生まれる7年前ですからね。はい、ということで、まあ、神の証明をこのような形でしてみました。皆さん、カイン・キリスト、救世主カインは今の今もこの地球上に存在するということです。これが神の証明ということになります。お疑いの方は何度もこの動画を見てご自身で判断してください。バイ。